ばんちゃねばんばつすこんばんやりめ皆さん夏をどう過ごしでしょうか。私のお部屋はちなみにただいま30度を回りました。これ割とまだ普通の方で普通じゃないけど異常なんですけど、まあ高い時は37度いくんですけど、私からしたらもう冷たくするものって大歓迎スペシャル的な感じのところがあって、今年も扇風機をおかんに1個買っていただいたのと、1ボトル冷凍庫に3つ凍らかしてあるのと、冷やすやつを1個あるのと、扇風機2台回してるのと、いろいろまあ本当に自分の中で熱中症対策っていうのやらせていただいているんですけども、もう丸ごとさ冷たくなりたい。あ、でもさ今まで着る服もやっぱ冷たくしたいじゃないですか。てなわけで本日は見つけました、こちら帽子が凍らせてる。ただただ帽子を凍らせるだけじゃなく、こちら多分 YouTube でも何度か登場はしてるんですけど、わもう一着あるんですよ。こちら同じのってことはですね、こちらを入れ替えて、おかんの服が壊れないと、おかんはどういうの？検証していきたいと思います。それではね、早速やっていこうと思います。それでは、レッツゴーディン！はい、彼女は何を満足したのかわかりませんが、勝手に進みました。ので、ここで補足をさせていただきます。今回やるドッキリは、親の服を凍らせてしまったらどういう反論をするのかっていうのがドッキリです。ですけど、おいかんの服を勝手に汚すのはめちゃめちゃ申し訳ないなと思ったので、自分の服を凍らせるっていうドッキリです。なので、本当はドッキリではなくって、ただただ自分が悲しい思いをするっていうだけのドッキリなので、皆さん、勘違いしないでください。それでは、本編をどうぞ。まず先にこれマジで帽子凍るんかちょっと実証しないといけないんですけど、私がもともと帽子がそんな好きじゃなくてですね、帽子がないので、ひらめいた。大変申し訳にくいのですが、こちらリトルグリーンメンちゃんに犠牲になっていただこうと思います。真ん中の目を飛び切っていこうと思います。行くよ。見てて、すごくない？氷出てる。冷たい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 。やっていこう。わかりやすくするためにお前描きたいと思います。こんな感じで、こうしてあったやつを、かえちゃってん、これを、冷却していこうと思います。いきます。あ、で、わかった。ある一定の熱で凍らせよう。凍らせて、すぐ。マム、ごめん、マムの服だった。私の服かと思ったらマムの方だった。なんかついとんじゃん、白い凍らせたんじゃ、凍らせちゃったんだけど間違えて触ってみた。凍らせちゃった、間違えちゃった、マムの方だった。凍らせちゃったって何？凍らせちゃった、これ凍るんだって。触ってみて、治るちゃんと、シミなら、うん、冷たい、触ってみて。何してくれたんだろう。ちょっと待って。結論、うちのママちゃんはちょっと騙されたがゆえに怒りました。騙されたがゆえにじゃないの。じゃあ騙されたけど怒ってやっとるって感じ。そう、仕方ないかな。はい、それではですね、うちらの親子ラブラブだよっていうことが分かりましたらですね、いいね、コメント、チャンネル登録お願いします。お願いします。じゃあ、パパン、いいじゃん。待つ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 、うーん、まちゃめるでした。バ
イバイ。後だ後だ。イエイ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